通しが悪く狭かった道路がここから急に変わる。核復興時が終わった新設の第二セクション。見た目は綺麗だが路面はひどいもんだな。アスファルトの継ぎ目がバンピーで跳ねまくる。かなりパワーは出てるようだが、86の古いサスペンションでどこまで踏んでいけるかな。バンピーな路面に吹っ飛ばされてもきちんとコントロールはできてるってわけか。まあ下手ではない。足も86にしてはよく仕上げてやるが、苦しさは隠しきれないぞ。わからねえ。こんなバトルに一体何の意味があるってんだ。こんなところに俺の探してる答えなんてあるもんか。ハイポイントコーナーを通過した。ここからはきついダウンヒルの第3セクション。どの辺まで付き合うか、この86に。そんなに長くは付き合えないぜ。こっちもプロとしての対面ってやつがあるからな。バカバカしいぜ。これ以上は時間の無駄だ。こんなところに答えがないことはやる前から分かりきってたことだ。自信を持って終わらせてやりゃいい。この86の前に出てしまえばそれで終わりだ。橋の手前でこのコースの最高速を記録する。橋を渡ればその先はきつい上りの第4セクション。一気に引き離してジエンドだ。素人にしてはまあまあだったな。この橋を渡ると上りだ。車のパワーが足りなければついていけない。頼むぜ86、お前の心臓が頼りだ。されずに食いついてくるが、ちょっとした珍事だぜ。ストレートの速い FD に対応してこのコースでトップスピードが出るポイントにギア比を合わせたことがここに来て裏目に出ている。ヒルクライムの低速コーナーにギア比が合っていない。相手がターボならこれでも対応できるんだが、まさか86を出してくるとは。これは確信犯だ。向こうのリーダーは頭がいい。ダウンヒルでは目立たなかったが、ヒルクライムではよくわかる。後ろの86の方がギアのつながりがいい。俺が2速で回るコーナーを向こうは1速を使っている。だがそんなことよりもこの86は抜かれてから確実に集中力を増してきている。
よくついてくるもんだ。昔の自分を見ているような気分だぜ。このままじゃ絶対にスペースを開けてもらえない。どうする。見えなければいいんだ。さっき俺がやられたみたいに相手の視界から消えれば。やってみるしかない。いない。86がミラーから消えた。これは俺の車の音じゃない。いるのか、そこに。なんだと。やられたぜ。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりか。一度抜いた車に峠で抜き返されたのはこれが初めてだぜ。だんだん分かってきた。社長が俺に何を見せたかったのか。だがこっからは遠慮しねえぜ。86が前にいるのか。スネークヘアピンの4つ目で行く。見せてやるよ。過去のレースではこんなパッシングもあるってことをな。スピンさせるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけだ。悪く思うなよ。これぐらいあっちの世界では日常茶飯事だぜ。ゴールはもう近いんだ。ここで離されたら絶対に二度とチャンスはない。またそれかよ。同じ手は二度と食わないぜ。86がついてこないぞ。なんだありゃ。86がライト消して走ってやがる。いる。ついてきている。ミラーには映らないが確実に後ろにいる。冗談じゃねえぞ。こんな真っ暗な峠道をヘッドライトを消したままで走り回れるのか。テールランプを見ちゃダメだ。見るのは前の車のヘッドライトが照らす道路。それをイメージに焼き付けて凌介さんが教えてくれたラインをなぞることだけに集中するんだ。参ったぜ。ここまでやられちゃうな。すげえよお前は。だがこの最終セクションにはもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。ゴールはすぐそこだ。勝つには勝ったが諦めないぞ。隙があれば絶対行く。